夢の課外授業。今回の先生はプロゴルファーの丸ちゃんこと丸山茂樹さん。今回は学校を訪れての授業ではなく、丸山プロ主催のゴルフ大会が教室です。本当に、楽しく頑張っていただけたらいいなというふうに思いますので、今日一日、しっかり頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。この大会は丸山プロがもっとジュニア世代が競い合う機会を持つべきだと考え主催しました。日々の練習の成果を出すべく真剣勝負の子どもたち。18ホール全て環境を作りたい、そしてゴルフから多くのことを学んでほしい、そう語る丸山プロ。世界、まあ、それからもう本当にいいプレーを育てるには環境作りをしていかないといけないっていうのが、まあ、我々の仕事だと思ってる、まあ、そういう部分ではもうどんどん頑張ってやっていけたらいいなっていう、ね、世界のジュニアの子たちと交わるチャンスを作れるようなパイプラインが僕ができればいいかなと思ってるんだけど、まあ夢ですよ、まあ、それのまあ最初の一歩だから、これからどうなるかっていうのはちょっとわからないけどね、とにかく行動に起こさないと始まらないことだから。ありがとうございました。みんなお友達と握手しなさい。握手してみんな、はい、お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様。どうもありがとうね。ありがとうございます。はい、お疲れさん。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様。疲れたろ。18ホールは。成績発表と表彰を行います。はい、ありがとう。皆さん、暑い中本当にお疲れ様でした。初めてトーナメントやらせてもらいまして、まあ、いろいろぐるぐる回して皆さんのプレーを見せて、いただきましたが、今回初めてということで、ちょっと皆さんに、ご迷惑もおかけしたと思いますが、来年以降もね、続けていきたいなと、またより一層クオリティの、ね、高い、トーナメントにしていきたいなというふうに思いますので、練習いっぱいしてまた参加してください。本当に今日はありがとうございました。世界への第一歩を踏み出す小中学生、将来の日本のゴルフ界を思う丸山プロ、お互いが熱く刺激を受けた課外授業でした。